ひどくくしゃみをしましたね。はい。え、誰かに噂されてるんじゃないですか。え、そんなことあります？花粉症ですけど。ああ、なるほどね。はい、まあ、よく言われるじゃないですか、はい、くしゃみしてたら誰かに噂されてるよって。あるね。うん、元ネタなんなんやろね。ああ、なるほど、うん、確かに聞いたことないかも。よく言われてるけど、うん、聞くよね、うん、で今日はちょっとそういうよく言われてるけど、うん、元ネタなんなんやろっていう話をちょっとしようかなと思って。ああ、うん、なるほど。数々ね、その言われてみれば常用的に使ったり聞いたりしてるけどってことね。そう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 。よく考えたら、それなんでなんやろみたいな。うん。で、今くしゃみね、してたと思うんですけど、はい、でくしゃみってこれもともと、うん、あの中国の司教っていうあの文章があるんですよ。司教、うん、うん。でそこに出てたらしいです。に書かれてたって、くしゃみしたら誰かを噂してるんじゃないのって、そこの一節に書かれてる内容が元ネタになって、今になってそのくしゃみしてたら誰かを噂してるだとか。はあ、うん、そうなんや。そうそうそう、なるほど、雑学や。でちなみにくしゃみっていうのは、うん、なんかその清少納言の時代とかにくしゃみをした時に、うん、そのなんかおまじない、そのなんかこう悪いものが抜けてしまうとか、そういうね、迷信じみたああいうやつがあって、うん、はいはい、で その時になんかこうおまじない、おまじない、くさめくさめって言ってたらしい。がくしゃみに変化したの。うん、はい、転じて、うん、なるほど。で今日のくしゃみになったと。くさめ、へえ、どういう字、どういう意味なの、くさめって。そう、なんかまあおまじないみたいな感じだから、そんなに意味はないというか。まあでも、うん、アメリカでもブレスユーとか言うよね。あ、そう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 。そういうノリか。そのノリだと思います。はあ、なるほどね。そうそうそう。っていうエピソードがあったりするみたいです。はあ、すごいね。で他には、うん、バナナの皮って滑るっていう。あるね。なんかそのギャグの一個とか、そうそうそう、そういうオチとかあるね。元ネタなんなんやろと思って。元ネタか。それはなんか日本古来のものなのか、うん、それともそのアメリカとか、さっきの言った中国のみたいなことなのか、どっちなんやろな。調べてみました。あるんや。ありました。へえ。あのね、チャップリンの映画の中で、あ、小ネタとして使われてたみたいです。喜劇王。そう、なるほど。あの音声のない映画でね。すごいね、チャップリンが元ネタだったんや。そういうところで多分笑いね取ったりするのって、そういうなんか、バナナ割とそこが代名詞みたいなところあるもんね。そうそうそう。で滑るって、本当に滑るのかっていうところに関してなんやけど、はい、そこって研究した人がいるんですよ。めっちゃ面白いやん。でしかもそれって、うん、あの笑える研究とかに贈られるイグノーベル賞っていうのがあるんですよ。はい、うん、でもあの笑えることやけど真面目に研究して結果出してっていうところに対して贈られる。でなんと日本人の方がそのバナナの皮滑るっていうので受賞してるんですよ。めっちゃすごいやん。2014年にYouTuber みたいなことしてるでね、うん、それは、バナナが滑るときの摩擦係数を計算してでバナナの上は普通の歩行に対して6倍滑るっていう結果が出てます。あ、なるほどね、うん、実際滑りますすごいね。なんかスキーとかあのスケートとか、うん、レベルで滑るみたいな。めちゃくちゃ滑るやん。滑るみたいな。そう、まあ、詳細はちょっとあのその論文なり読んでいただいたらなんですけど、以上にそういう研究が残ってたりします。面白い。やろう。で、バナナか。うん。バナナってなかなか滑る滑るとは言うけど、うん、で多分 YouTube で検索したらその本当に滑るのかとか、なんかこんだけやったら滑るのかっていう動画多分山ほど出てくると思います。ああ、なるほどね。うん、面白そう。なんで滑るのかの元を探した人は多分あんまりいないような気がします。なるほど、なるほど。という感じでは。はい。うん、でね、まあその他でいけば、あとまだ、うん、四つ葉のクローバー見つけると、あ、幸せになれるとかいうね。はいはい。縁起がいいと。まあ京都でもそういうタクシーあるもんね。あ、そうそうそう、確かに確かに。なんか何万台に1台しかないとか。はいはい。でそれはなんかあの単純に確率が低いから、でそれがもう、うん、見つけることが非常に困難で、その確率が1万分の1から10万分の1とか、あ、それぐらいの低確率っていうのがあって、そもそも、うん、で希少価値が高いっていうところで、まあこうっていう、まあ、これがあるという予想できそうな、まあ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 、感じのものですね。ただその四つ葉のクローバーって日本だけじゃなくて、うん、海外でも言われてて、うん、その例えば十字架に見立てられる 4つの葉。なるほどね、うん、
葉脈がこう4つ分かれてるから十字架って、うんうんうん、それもだから肛門を表す神聖なものとして信じられてるっていうのがあったりして、なんか似通ってるんやね。そう同じ年代なのかそうじゃないのかちょっと分からんけど、さっき の, そのくしゃみもそうやし、うん、この四つ葉のクローバーもそうやし、うん、なんだろうねこの似てるこの感覚、人間やし、いやそうだからその言葉さとかも、うん、なんか腹水本に変えらずがその AI がやったミルクやったりとか、ねね、やっぱりどこもやっぱりねなんか同じところに収束するのかもね、すごいよねそこは、うん、なんかこんなに離れてんのに不思議な示し合わしたみたいな、うん、面白いなと思って、すごいね、うん、それはやっぱねそういう偶然なのか何なのかっていう、ね、そこもちょっとおいおい掘り下げたい興味はある、それこそなんかできそうじゃん、その研究にお前ねマジで一緒なの、うん、あとはね猫、猫が顔を洗うと雨が降る、はい、聞いたことね、あ聞いたことない、ない猫がこうやって手で顔を洗う仕草してると、うん、雨降るって聞いたことない。ない。初めて聞いた。ほんまに、これ結構一般的かなと思ってて、チラッとも結構出てくるんで。猫が顔を洗うと。そうそうそう。雨が降るで言うとさ、なんか全くさ、普段そういうことをしひん人が、うん、なんか例えばいいことをしたときに、なんかああなんなん明日は雨降るんか、とか雪降るんかとか槍が降るんかとかよく言うやん。それは聞くけど、うん、猫が顔をとかってのは初めてかも。いや結構一般的に言われてて私も知ってたからなんでやろうと思ってこれ、うんうん、調べてみました、うん、でやっぱり理由があって、ほうで、まあ、これも諸説あるんですが、ほう雨が降る前っていうのはその空気中に湿気が多くなりますと、はい、でそうすると猫 の, その顔についたのみとかがこう活発に動くから、うん、こう顔をちょっとそんな科学的な理由が描くような仕草するだとかから、うん、なるほど、猫のヒゲっていうのはその結構敏感なセンサーになってて、うん、その湿気を感じる役割にしてて、で低気圧が近づくとその空気中やっぱり湿度が高くなって、ヒゲのに水分が付着して重くなるからこうちょっと洗ってるんや、そう、ああそういうなんかちょっと割と科学的な観点から、そう、まあ確かに納得感はあるよね、まあ、うん、そうね、だから雨降るんかっていう、うん、なるほど、そうそう、あそういうことかってちょっと私も納得しちゃいました。加湿器の前とかに置いたら書きまくってるそう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 。なるほどね。とかいうのがねあったりして、結構ね調べてみるとね割とあるんですよ。いっぱいありそうよね。でなんかこういうよく言われてるけどこれはなんでないの。でもある程度なんか想定できるものもあるんですけどね。さっきの四つ葉のクローバーみたいな。で調べてみると結構面白いんで皆さんぜひぜひ。掘り下げてみてはいかがでしょうか。確かにあんまり普段気にしてなかったな、何気なく使ってるけど、そうそうそう、やっぱなんか理由があってみんなには言われてるんやろなっていうところがね面白いね、あります、そう雑学的にね思いついて調べてみるのも絶対面白いと思うんで、はい、でまあねこんな話した延長でなんですけど、はいはい、だから皆さんからちょっとそういう話めちゃくちゃ無理やりやけど、ね、まあそうだね、はい、でもうね私たちねお便りが欲しいんです、はい、なんか調べてくださいとかやってくださいでもいいですよ、毎日言う、はい、毎日言うからな、そうやな続けるからなこれ、はいで皆さんからの、そういう、まあ、日常気になることこれってなんで言われ始めたんやろうとか言って、まあ、調べて教えてくださっても結構です、なるほどなるほど、調べてくれって言ってくれても結構です、おっしゃる通り、はい、はい、プレイルームラジオatmarkgmail.com プレイルームラジオatmarkgmail.com まで、お便り送っていただくか、はい、もしくはコメントに、コメント欄に記載いただけたらと思います、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、言い続けます、はいはい、ということで、今日はねちょっとした普段気になるところの元ネタをちょっと探ろうということで、はい、はい、勉強になりました、はい、ご都合増やしていきましょう、ありがとうございます、話のネタにしてください、はい、お相手はプレイルームのフォート伊藤でした、またね、バイバーイ、バイバーイ。